ジョン・オーク・イン・フィールド・アット・コービン、J ・ロバートソン・スタジアムは、アメリカが州国的サス州ヒューストン市の、ヒューストン大学キャンパス内にかつてあった、多目的競技場である。アメリカンフットボールチームのヒューストン・クーガーズと、女子サッカーチームの本拠地であり、2006年から2011年に、かけては、メジャーリーグサッカーのヒューストン・ダイナモにとっての、 1960年から1964年にかけては NFL のヒューストン・オイラーズにとってのそれぞれ初めての本拠地であった。1961年1月1日、アメリカンフットボールリーグ選手権と試合をした際も依然としてこのスタジアムで行われていた。ヒューストン大学は1951年にヒューストンスタジアムに 本拠地を移すまで1946から1950年にこのスタジアムでアメリカンフットボールのホームの試合を開催した。なおその後1965年に本拠地はアストロドームへと移転した。1957年のアメリカンフットボールのシーズンに先立ち、ヒューストン独立学区は以前は問題なく認められていたにもかかわらず、スタジアムでの規則を変え、 いかなるチームにおいても黒人生徒の出場を禁止した。1958年、独立学区はスタジアム建設に向けて精力的な働きかけをした教育委員会の委員、ホルガー・ジェプセンの名にちなんで、スタジアム名をジェプセン・スタジアムに改名した。1950年のロバートソン・スタジアムの外観1960年、ヒューストン・オイラーズは、 アメリカンフットボールリーグの創立委員を務め、独立学区側からスタジアムを賃借し、本拠地として利用する手はずを整えた。チームのオーナーは、富裕な、ヒューストンの石油企業家であるバド・アダムズで、彼は、ジェプセン・スタジアムを、プロのアメリカンフットボールの試合場にまで成長させた。アダムズの尽力により、スタジアムの収容人数は3万6000人にまで拡張された。 この拡張により、1962年12月23日に開催されたその年のアメリカンフットボールリーグのタイトルマッチでは、スタジアムの最多入場者記録である37,981人の観客が訪れた。なおこの試合では、ダラステキサンズがオイラーズと対戦した。当時、独立学区はスタジアムにおいて1週間あたり、平均10試合もの試合を開催し続けた。 全米の話題となったが、1961年に全米国人地位工場協会は、独立学区の定めた黒人隔離規則に反抗し、オークランドレーダースの選手たちに、シーズン中に、オイラーズとイエッペセンスタジアムで試合をするのを拒否するように正式に依頼した。オイラーズは1964年にライススタジアムに移るまでジェプセンスタジアムを本拠地とした。 1966年、ヒューストン大学は、スタジアムの獲得を強調する総合計画を展開した。全ヒューストン大学学生管理監視理事会、運動委員会の長であったコービン J ・ロバートソンは1970年に、スタジアムの修復に出資し、スタジアムは680万ドルで、ヒューストン大学によって購入された。1980年、ロバートソンの栄誉を称え、 スタジアムは、ロバートソンスタジアムに改名された。2006年から解体される2012年まで、ロバートソンスタジアムの南エンドゾーンには、フィリップスビディオールのスコアボードが設けられていた。1994年シーズンの始まりとともに、ヒューストン・クーガーズはその本拠地として、アストロドームとロバートソンスタジアムとを両用するようになった。1998年シーズン前、 ヒューストン大学はアメリカンフットボールのホームの試合をアストロドームで開催するという賃貸契約を打ち切り、1949年以来初めてキャンパス内のロバートソンスタジアムに完全な本拠地を戻した。1996年、スタジアムに隣接していたジェップセン体育館は大改修の必要に迫られ、またスタジアムの新たな電光掲示板設置のために取り壊された。 スタジアムは1999年に大々的に改修され、アメリカンフットボール会場の全米大学体育協会ディビジョン IA の標準に合わせた。スタジアムのコートの地面は9フィート下げられ、ランニングトラックはサイドライン、エンドゾーンに新たな座席を設けるために取り除かれた。また、スタジアムの両側の髪型には合計20席の貴品席が設けられた。 競技フィールド自体は、改修計画の資金提供者であるヒューストンの弁護士であるジョン・オークイーンに敬意を表し、正式名称を修正する形で、ジョン・オークインフィールドアット、ロバートソン・スタジアムと名付けられた。ロッドニー・グリフィンが最初の正式なグラウンド整備士となった。2011年の試合中における、ロバートソン・スタジアムの西サイドスタンド、 およびプレイフィールド2002年8月2日、ロバートソンスタジアムでナショナルフットボールリーグのヒューストンテキサンズとダラスカウボーイズがスクリメージで激突した。これはテキサンズにとって初めての公式戦である。なお、テキサンズはエクスパンションでリーグに参加したチームである。ヒューストンダイナモからの170万ドルの寄付の助けも借りて2006年には 複数の改修が行われた。照明設備の質が向上し、新たなスコアボード、そしてフィリップスビディオールのビデオスクリーンも設置された。この改修工事は2006年の8月に終了した。ダイナムはロバートソンスタジアムを最初の6年間本拠地として使用し、2011年以降はヒューストンの郊外にある新たなサッカー専用スタジアムであるビビビコンパス。 スタジアムへと拠点を移した。ロバートソンスタジアムが最終的な状態になってから1試合での最多観客数は32,413人を記録した。これは2011年12月3日、ヒューストンで行われた2011年アメリカリーグ選手権大会での記録であり、この時ヒューストン大学はサザンミシシッピ大学に敗れた。それより前のことであるが、 ロバートソン・スタジアムでは同年11月19日に32,207人の入場者数を記録している。この試合ではヒューストン大学は南メソジスト大学に勝利しており、またこの時初めて ESPN がヒューストンでカレッジゲームデーを開催した。2009年、米洋バケットクラシックが行われているロバートソン・スタジアム大学はスタジアムを査定し、 長期的な改修計画を立て進めるために、レオエダリーの建築事務所を雇った。スタジアムのエンドゾーンの部分を完全なボールに統合して置き換え、上部にデッキを設けて、収容人数を5万人に増やす計画が提案された。その後に、大学体育局の長がデイブ・マガードからマック・ロワーズに代わり、計画の実現可能性を調べる実験が行われた。 この実験は、エイコム社によって4ヶ月にわたり、行われ、2010年の6月に最終的結論が出され、ロバートソンスタジアムを取り壊し、後地に新スタジアムを建設するとの発表があった。2012年2月1日、マック・ロワーズは2012年シーズンの終了とともに、スタジアムの解体工事を開始すると発表した。11月24日、 ロバートソンスタジアムでは最後のイベントが開催された。クーガーズのシーズン最終節、トュレーン戦である。クーガーズはトュレーンを40から17で破り、ロバートソンスタジアムでの競技活動を終えた。最終的なチーム記録は72勝44敗、1引き分けである。正式なスタジアムの取り壊しは2012年の12月2日に開始され、主要な取り壊しは、 同月10日に開始された。取り壊しは2012年の年末を通じて続き、最後の設備が解体されすべての主要な取り壊しが終了し、跡地が一掃された2013年1月まで続いた。新スタジアム建設に伴う着工式は2013年の2月上旬に行われた。2012年12月19日、解体工事途中のロバートソンスタジアム2002年。 上空から打ちしたロバートソンスタジアム解体される以前にロバートソンスタジアムでは多くのアメリカンフットボールの試合が開催された。1960年のアメリカンフットボールリーグ選手権大会や1962年のアメリカンフットボール選手権大会がロバートソンスタジアムで行われ、そこでオイラーズは1960年にはロサンゼルスチャージャーズと 1962年には、ダラス・テキサンズとそれぞれ対戦した。1965年1月16日には、1964年度アメリカンフットボールリーグオールスターゲームもまた、ロバートソン・スタジアムで開催された。また、2006年12月1日、スタジアムでは、全米大学アメリカンフットボール選手権大会が開催された。さらに2008年1月19日には、 第83回、84回の毎年恒例東西、シュラインゲームがロバートソンスタジアムで行われた。2008年3月8日、ロバートソンスタジアムで初めてのスペースシティ、クラシックヒューストン地域高等学校オールスターゲームが開催された。ロバートソンスタジアムでは他にも様々なスポーツイベントが開かれた。1983年には、 陸上トラックの取り除きを行う前に、全米大学体育協会陸上選手権大会が、スタジアムで開催された。2007年11月10日、ロバートソンスタジアムにおいて 2007MLS カッププレイオフで、ヒューストンダイナモは、カンザスシティウィザーズを撃破した。また、ロバートソンスタジアムでは、ラグビーの国際試合も行われた。二千十一年十一月には、 アメリカ代表と南アフリカ代表との一戦を観戦するため1万3000人のラグビーファンがスタジアムに詰めかけた。ロバートソンスタジアムは様々なコンサート会場でもあった。1972年、ダブルゼータトップやドゥービーブラザーズ、ウィリー・ネルソンがロバートソンスタジアムでライブを行った。さらに1974年にはザ・ビーチ・ボーイズ、クロスビー、スティルス、 ナッシュヤング、オールマンブラザーズバンドらもライブを行った。他にも様々なアーティストたちがライブをロバートソンスタジアムで行っている。ピンクフロイドは1977年フレッシュツアーというツアー活動の一部としてのライブを行い、アリス・クーパーは1980年にライブを行った。ありがとうございます。